こんにちは。今回は中長編み5目の玉編みで作る模様編みを紹介します。この模様は伸縮性もあります。そして玉編みがふっくらと可愛い模様になります。編み方を編み図で説明します。この模様は模様1つが鎖編み3目です。今回は5個の模様を作りますので15目の作り目に両端に1目ずつ必要ですから、全部で17目の鎖編みを編んで編み始めます。1段目は長編みを編みます。鎖編み3目を編んで、3目を編んだところから、1、2、3、4、5、6個目の鎖編みに長編みを編み、鎖編み1目を入れて、同じところにもう一度長編みを編みます。次はここから3個目のところに同じ模様を編んで、最後は模様を編んだところから2個目のところに長編みです。そして2段目で玉編みを編みます。2段目は2段目の時に説明します。作り目の鎖編みを17目編みました。最初は長編みですから、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、3目を編んだところから、1、2、3、4、5、6個目の鎖編みの裏山を拾って、ここに長編みを編みます。針に糸をかけて、6個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みを編みます。鎖編み1目を間に入れて、同じところにもう一回長編みを編みます。これが1段目の模様です。同じ模様を繰り返します。次は3個目の鎖編みの裏山に長編みを1回、鎖編み1目を入れて同じところに長編みを編みます。この模様を繰り返して編みます。3個目の裏山に長編みを1、鎖編み1、長編み1を編み、3個目の裏山に長編み1、鎖編み1、長編みを編みます。次も3個目の裏山に同じ模様を繰り返します。そして最後は長編みを編みます。2個目の鎖編みに長編みを編んで、これで1段目が終わります。次の2段目を編み図で説明します。次の2段目は、長編みを編んだところから、鎖編み3目にプラスもう1目を編んで、4目の鎖編みを編んで編み地を裏返します。そして1段目の鎖編み1目のところに、中長編み5目の玉編みを編み、鎖編み2目を間に入れて、次の1段目の鎖編み1目のところに中長編み5目の玉編みを編みます。これを繰り返して最後は鎖編み1目だけ編んだら、最初の1段目の鎖編み3目のところに長編みを編んで2段目が終わります。3段目は1段目と同じ編み方ですが、1段目の鎖編みに編み入れたところは2段目の玉編みの頭に模様を編み入れて、次の玉編みの頭に長編み1目、鎖編み1目、長編み1目の模様を編み入れて、最後は1段目と同じで、立ち上がりの鎖編み3目のところに長編みです。4段目は2段目と同じ編み方で、この編み方を繰り返します。次は2段目です。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編みももう1目編んで、鎖編み4目を編んで編み地を裏返します。次に
中長編み5目の玉編みを編みます。玉編みを編むのは1段目の鎖編み1目のところです。ここに未完成な中長編みを5回編みます。針に糸をかけて鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出します。この時長めに引き出してください。未完成な中長編みが1目できました。次も針に糸をかけて、未完成な中長編みが2、3、4、5。5目の未完成な中長編みを編み、これをすべて引き抜きます。針を上に持ち上げながら、未完成な中長編みをしっかり押さえて、一気に引き抜くと、引き抜きがきれいにできます。ここまでが中長編み5目の玉編みです。ここで玉編みが完成します。次は、鎖編み2目を入れて、隣の1段目の鎖編み1目のところに同じように、未完成な中長編みを5回編みます。糸は長く引き出して指で押さえながら、未完成な中長編みを5回編みます。5目の未完成な中長編みができました。針を上に持ち上げながら、すべての糸を引き抜いて、中長編み5目の玉編みができました。鎖編み2目を入れて、同じように鎖編み1目のところに中長編み5目の玉編みを作ります。すべての糸を引き抜いて鎖編み2目です。次も中長編み5目の玉編みを作ります。長く糸を引き出しながら、未完成な中長編みを5回編んで、これを一度に引き抜いて玉編みができました。鎖編み2目を入れて、ここが最後の玉編みです。最後は鎖編み2目ではなく、鎖編み1目だけを編んで、鎖編み3目を編んだ一番上の鎖編みに長編みを編んで、これで2段目ができました。3段目は1段目と同じ編み方ですが、玉編みの頭に編んできます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、次は長編みを玉編みの頭のここです。長編みを玉編みの頭に長編みを編み、鎖編み1目を入れて同じところに長編みです。次も玉編みの頭です。長編みを編み、鎖編み1目を入れて長編みです。これを繰り返します。玉編みの頭に長編みを1回、鎖編み1回、長編みを1回です。玉編みの頭に長編み、鎖編み、長編みを編み、次も玉編みの頭に長編み、鎖編み、長編みを編んで、最後は長編みを鎖編み4目のところに編んで、これで3段目ができました。4段目は2段目と同じ編み方です。鎖編み4目を編んで編み地を裏返し、間の鎖編み1目のところに未完成な中長編み5目の中長編み5目の玉編みを作ります。
ここで玉編みが完成です。鎖編み2目を入れて、次も鎖編み1目のところに中長編み5目の玉編みを作ります。玉編みができました。鎖編み2目を入れて、同じように中長編み5目の玉編みです。鎖編み2目を入れます。次も中長編み5目の玉編みを編みます。鎖編み2目を入れて、次も玉編みです。鎖編み1目のところに玉編みを編んで、最後だけは鎖編み1目を編んで、鎖編み3目のところに長編みを編んで、これで4段目ができました。このような模様になります。こちら表側ですが、裏もこちらのような模様ですから、どちらでもお好きな方をお使いください。中長編み5目の可愛い玉編みが入る模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。